お久しぶりです。おお、桐生か。はい、先日出所してまいりました。で、世良の葬式であの大暴れかどうした、炭でも入れ直しに来たのか。いえ。この文様は月下美人だな。一年に一晩しか咲かねって花だ。実はこの入れ墨、俺が掘ったって言いてえのか。確かにこれは俺の文様だが、最近は真似するやつも多い。俺は掘った入れ墨は全部覚えてるんだ。こいつは俺じゃねえよ。そうですか。もしもし。おお、お前か。ああ、いるぜ。錦山からだ。え？桐生だ。久しぶりだ、兄弟。どうして俺がここにいると。情報ってのは権力の大きいところに集まるもんだ。今の俺は欲しいと思った情報は大概手に入る。水木の死体はもう見たか。なんだと。お前と差しで話がしたい。明日夜の10時セレナで会おう。桐生、背中の竜に色入れ直してやる。弱っちい竜じゃ今の錦山には勝てねえぜ。もう十何年も前か、お前は竜を、そして錦山は鯉を背中に入れた。入れ墨ってのは背負ってるそいつ自身が光らせるもんでな。今錦山の背中はすげえ色に輝いてるはずだ。これでやっとあいつはお前と対等に張り合える。俺と黄河を泳ぐ鯉は山脈を経てやがて竜門に入る。竜門を登り切った鯉は竜に生まれ変わるんだ。やつは竜門を登り切ろうとしている。最後に竜になるためにはお前という相手が必要なのかもしれねえな。